立山町、富山県の朝日町、さらに震度3を石川県の金沢市、小松市、輪島市の舳倉島、珠洲市、加賀市、羽咋市、河北市、能美市、津幡町、宝達清水町、岐阜県の高山市、飛騨市で観測しています。震度5強の揺れを観測した石川県輪島市の輪島警察署の当直の警察官は、強い揺れを十数秒感じたが、物が落ちたりガラスが割れたりすることはなかった。建物の状況について調べているところだと話しています。頑張りたい。繰り返してお伝えします。午前2時18分ごろ、北陸地方で強い地震がありました。午前2時18分ごろ、北陸地方で強い地震がありました。震源地は石川県能登地方で、震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。